こんにちは、のです。パワプロ P やっていきます。今回は、パワプロ V2022SR 選択ガチャ券、誰を取るべきか解説させていただきます。よろしくお願いします。ということで、皆さん、全員がもらった選択ガチャ券の種、水やりやっておりますか？で、この種をもらった日から、金の上炉を上げ続けている方に関しては、昨日の金曜日にすでに収穫可能になっていて、今、皆さんに見ていただいているキャラクターたちは、その中で選べるキャラクターになってます。この前の5キャラ、プラスサポートに入れているスシムの合計6キャラから選択可能というところですね。で、今回は、皆さんに、僕だったらこういう選択するだろうな、こういう理由でということを、こと細かく話していって、このガチャ券をすでにゲットしている方、もしくはこれからゲットするであろう方々に参考にいただければいいかなっていうふうに思ってます。ぜひぜひ最後まで聞いていっていただければ嬉しいです。ということで、結論だけ言うと、今並べている順番で優先順位作っていけばいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので、猿、犬、モルモト、野牛、そしてピエロで、進むと。いう並びの順番で優先順位並べていいかなっていうところプラス、あとはどういう取り方をするかっていうのは、個々人で変わってくるかなっていうふうに思います。というのが、例えばじゃあ犬山とか猿川持っていて、他のキャラ持ってないから、他の持ってないキャラ取ろうっていう形にするのか、持ってるんだけどやっぱ上限解放、レベルの平均値でモンテツ高校ってもらえる点数変わってきたりするので、そこの上限解放を進めようかなっていうのはマジで個人の優先順位によるかなってところなので、そこはどうこうっていうつもりはありません。僕だったらこうするかなっていうのは一応付け加えさせていただきながら、各キャラね見ていければいいかなっていうふうに思います。これからなんでじゃあこの優先順位なのっていうところと、そのあたりをカバーしていきます。で、まず猿ですね。個人的には、このキャラの代用が一番効きにくいかなっていう風に思っているので、一押ししてます。で、能力はキレと緩急。このあたりは別にどっちでもって感じと、あとは35で邪魔するカードをすぐ使うスペシャルタック技術ボーナスと、技術ボーナス8、そしてサポートでもお任せ能力アップがつくという感じですね。で、35までで十分能力を発揮できるっていうのと、この辺の得意練習率アップとか試合経験点に関しては、桃鉄高校では、あってもなくてもどっちでもいいかなっていう感じです。もちろん守備練習たくさん踏めた方が経験点ババッと入ってくるので、特に青マスとかね。あった方がいいには決まってるんですけど、35でも十分かなっていう感じです。逆に35で持っていて、1解放したいなっていうので取るのも全然ありかなって感じです。1解放するだけで 40% いきなり得意練習レザーアップつくので、だいぶ違うかなっていうふうに思ってます。で、猿はやっぱり装飾義付けと強心臓ですよね。このあたりの二次得化できるものと装飾釘付けみたいな、すんげー取りにくいなっていうのが、クイックコツとともにね、もらえるっていうのが、得点的には高いかなっていうのと、やはり守備、鍛錬、前部、そしてコントロール上限4、めちゃくちゃ強いですね。このあたりが、今後のキャラ次第にはなるんですけど、他の新キャラで守備キャラ入ってきて、猿川使わずにアルティメット、明神と前代使うみたいな構成になる可能性っていうのは、別にないことはないので、それ次第という感じにはなるんですけど、今現状ではやっぱ守備キャラの代用ってかなり効きにくいというかいないぐらいまであるので、個人的には猿川一押ししたいかなっていうふうに思ってます。そんな理由ですね、猿に関しては。はい、ということで次が犬山ですね。犬山に関してはスタミナの単独得意練習になってるのもいいところかなっていうところと、伸び、重い球、順応、特に伸び骨が非常に取得できるのは大きいですよねというところ。そしてボーナスの方が、レベル45でスペシャルタックが 90%。あとは SR だと得意練習率アップ 30% が40でついて、37で 15% 得意練習率アップがつきます。35で筋力ボーナス試合経験点の効果の固有。練習効果アップ 15%、スタミナ上限についてタックも4ついて、筋力ボーナス6ももともとついてるよという感じのテーブルです。で、筋トクの方は原点投球鉄腕か一鉄鉄腕と。両方ともめちゃくちゃ軽い筋トクっていうのと、鉄腕に関しては二取得化できるっていうところで、犬山に関しても非常にこの桃鉄高校では使いやすいキャラクターになってるかなっていうふうに思います。で、犬山と、あとは猿川に関しては、そんなに大きい差はなくて、何が差がとして大きいっていうのは、やっぱり得意練習ですよね。そこの代用が効きやすいか効きにくいかだけですね。
なので今後の追加キャラ次第ではこの優先順位っていうのは前後すると思います。まあ可能性があるとかじゃなくて普通に前後しますっていうところだけ言っておくので、まあこの今の環境下では猿だと思いますけど、まあ犬に関してもどうなるか分かんないし、まあなんならキジタとかが出張ってくるような展開もあると思うので、まあここは参考程度に、まあ今必要なキャラで選んでいただければいいのかな、もしくはそんなに迷うんだったら一旦保管しておいて新キャラが入ってきてから選択すればいいかなっていう感じが前2人ですね。そして後ろの4人ですね。で、後ろの4人に関してはマジで持ってないキャラ拾っておけばいいかなっていうところでございます。特にこの進むに関しては PSR の方が圧倒的に欲しいので、その覚醒の関係もあって、どっちかっていうとこの前3人で選びたいなっていう気持ちはありますが、うん、まあ個人的な話だけすれば前の2人の上限解放の方が優先順位としては高いので、まあ、持ってないから拾おうっていう感じであれば一旦保管しといてもいいかなっていうふうに思います。で、まあまあ4人に関しては、まあ、優先順位はつけてあるんですけど、そんなに大きい差はないです。今のところの桃鉄環境とか、まあこうエジプト環境、まあ今の取り巻く環境ですねを選んで一応こんな優先順位にしてるという話ですね。で、諸本に関してはこんな感じの打たれ強さ、怪我しにくさ、伸びクイックが取れて、テーブルも非常に強いです。スペシャルタック90と、得意練習率アップ 15%、30%。まあ、これ犬山と同じテーブルですね。で、技術ボーナス、得意練習率アップ、練習効果、スペシャルタック変化球ボーナスと。で、超特殊能力が街道と鉄仮面取れるので、まあ、非常に強いし、桃鉄高校の中では、物件駅がね、しっかりと、割引もらえるゆかりの地になっているんで、まあ、そういうところでも評価は高いかなっていう感じです。ただまあ街道の相方がねなかなか今んとこ善逸ぐらいしか見つかってない。まあフリアとかも使うと思えば使えると思うんですけど、まあ他のキャラが来ればっていうところは非常に感じているところですね。はい。そして次にバリスタのヤギューちゃんですね。まあ、持ってない方も結構多いかもしれないなっていう感じです。まあ僕も動画内とかで使ったりしたので結構こう気になっている方も多いかなっていう風に思ってます。で、ヤギューちゃんに関してはやっぱり精密機械と金縛り、特に精密機械ですよね。今のところ精密機械でバチッとハマるキャラがいなかったりするので結構使いやすいし、認知度化を金縛りもできるので階段で引けるとね、まあ22金徳認知度化できるみたいなところになるので非常にそういうところも評価できるかなっていうふうに思います。で、ボーナステーブルに関しては、まあ、特段することはないかな。まあ、特筆することはないかなっていうふうに思ってます。試合経験点とスペシャルタックが、まあ、結構高いテーブルになっていて、コツイベント率アップですね。これに関しては、まあ、結構、あれですね。戦国高校ぐらいの時代だったのかっていうところなので、まあ、これが有用されてたって感じですね。総力とスタミナ上限アップにやる気効果、筋力ボーナスという感じになってます。で、コツに関しては、投手の方は何ももらえませんね、という感じですね。はい。まあ、どうなんでしょうね。まあ、無理して飛んなくてもいいかもしれないですけど、まあ、野球持ってなくてって方に関しては、まあ、拾っといてもそんなに損はしないかなっていう感じです。まあ、まあ、モルモト、そして野球ともやっぱり、拾うんであれば新キャラ入ってきてからでいいかな感は僕の中では非常に強いです。で、ちょっと異色なのがやっぱピエロのところですよね。で、ピエロに関してはやっぱり解放が前提のテーブルになってるかなっていう風に思ってます。レベル45で技術ボーナス10ついて、で SR だと確か精神ボーナスが順繰りにつくのかな。で、まあこんな感じになってますと、40で8、37で4とかかな。で、心の相棒でスペシャルタックと特練習率アップの効果、練習効果 10%、総力補給上限と。で、タックも結構強いという感じになってますけど、まあ今の桃鉄環境で、スタミナキャラほんといなかったら使うかなっていうぐらいなのと、あとは、エジプト環境でも、まあ、非常に使えるキャラクターではあるんですけど、やっぱりイチロー選手とか入ってきた関係もあって、なかなか演武使おうっていう感じには今なってない方の方が多いんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、今は無理して取る必要はそんなにないかなっていうところでございます。ただまあ、スペックとしては最高級のものを持っているので、まあ、今後ね、こうまた環境が変わった時に使う可能性は非常に大きいかなっていうふうに思ってます。で、最後に進むくんですね。で、進むに関してはやっぱり PSR で取りたいっていうのがめちゃくちゃ強いです。
というのも、まあ、SR だとこんな感じなんですけど、コントロールの上限めっちゃつくんですよね。PSR だとっていうところです。なので、まあ、やっぱり SR で取るっていう感じではないかもしんないですね。まあ今、本上限と、あとは、ミニの上限か、まあ、につくんですけど、やっぱり、まあ取るんだったら6つけたいっていうのが非常に、まあ思うところかなっていうふうに思ってます。ただ、野球マスクのスペック自体は2金得、野手も投手も取れて、かつ上限も、野手、投手ともについていて、テーブルも45で、90% 得意練習率アップもついてっていう感じ。そして、イベント発生率アップっていう、まあ、かなりレアなね、こういうボーナスも携わっていたキャラなので、まあ、個人的にはすごい好きだし、まあ強い。まあ今も強いと思います。強かったではないですね。強いですね、今。っていう感じのキャラクターではあるので、まあ、取るのも、まあ、なしではないかなっていう感じですね。はい。なので、まあ、猿犬のところに、個人的には、こう、重きを置きながら、まあ、上限解放するんであれば、すぐ取っていいと思うんですけど、後ろのキャラに関しては、持ってなくて取りたいって感じだったら、ちょっと一旦待って、それからの判断でもいいかなっていう感じです。この優先順位もね、今、暫定的につけているので、今の環境で、ね、まあ、誰か入ってきて、こう、こうが前後する可能性っていうのもあるんでね。なんか本当に急がなくてもいいかなっていうところでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。結構ね、細かく話したので、まああれもこれもみたいな感じになっちゃうかもしれないんですけど、まあぜひぜひ皆さんの意見もね、お聞かせいただけたら嬉しいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。